誰やねん。はいどうもスパルです。ということで今回は新作 FPS X Defiant、 略してディファクローズドベータをプレイしていこうと思います。 UBI ソフトが出す基本無料プレイの FPS で、運営には元コット開発者を率いるチームがいるらしい。で本日の4月13日から4月の23日までクローズドベータが行われているらしいので、皆さんぜひとも参加してみてください。コードの入手方法はね、いろいろ更新されてるみたいなんで、軽くコメント欄に書いておくのでご参照ください。現在モードは4つあって、エスコート、これペイロードを護衛してアタッカーとディフェンダーで分かれるオーバーウォッチみたいなモードですね。そしてゾーンコントロール、これは攻守に分かれてキャプチャーを防衛攻撃すると。そしてドミネーション、これキャプチャーが3つあって、それを制圧守る、で相手のチームより多くポイントを獲得すると。そして次にオキュパイ、マップ中にねキャプチャーゾーンが変わっていくので、それを守っていくと。ということでこんなで今回は左のエスコートモードをプレイしていこうと思います。ミッドウェイエスコート、さあ遊園地みたいなマップだね。でここでね勢力アビリティを決めれて、このシールドを展開するキャラクターを使っていきます。で武器はプリセットのこのアサルト M4A1 を使います。それぞれ自分が選んだ武器とスキルで戦っていく、そんなゲームですね。さあやっていきましょう。今回エスコート我々は防衛側だね。あの正面にあるペイロードの進行を我々が食い止める。100% まで進行させられちゃうと攻撃側の勝利、時間までにそれを食い止めたら我々の勝利と。さあやっていきましょう。ここで大丈夫かリスガリなんだけど。でちなみに E キーを押すと盾みたいなのが展開できて、ウルトもね溜まっていくんだよ。オーバーウォッチみたいに敵にダメージを与えるためにどんどんパーセントゲージが上がっていくと。ちなみにこのシールド持ちのウルトは自分の周りドーム作って、ドーム内にいる敵をショットガンでぶちのめすっていう、なんかそんなスキル。これ分かった大丈夫かなここで今のでバレたから一気に詰めてきそうな気持ちが。待って2人が効いてない、逃げた窓は越えられなかった。これはちょっと油断したねってことで、まあ防衛側はこのリスポーンからまたペイロードを防衛しに行くと、まあ、味方がかなり敵を倒してくれてるからいいね。敵は進行できてない、もうちょっと、いやでもこれ完全に来てるな、集団いそう。ワンガット右分かってきて、これバリア展開してこっから撃つと。これ強いんだよね、向こうからしたらね、バリア割らない限り俺のこと攻撃できないから。あいや左は効いてない、まあ、結構こんな感じにマップ入り組んでるから、えいつの間にそんなところにっていうパターンが多い。だからマップ理解度が上がれば上がるほどね、 SMG でバリバリ裏取りしながらどんどん敵を倒すっていうムーブもできるっちゃできるねってことで、まあ、まずはねマップを覚えることが重要よ。まあ、ペイロード動かしてるね。待って盾スキルが回復してないわ、残り1秒か。あでも止まったぞ、味方が倒してくれた。あ待って、ここのポジション良くないか、めっちゃ守りやすくない。ちょペイロードから弾抜いて、さあこれ来るんじゃない、正面からかな。敵の場所がパッと見わからんから、もう歩き回ってマップを把握してたのか。ワンガットスナイパーっぽいな。お焼夷グレーでも投げられたか、右から来てんのかね。あーでもちょっと一回一呼吸置いて一気に来る感じかな。これはフラグ投げられた、結構奥目の空爆だね。味方が結構正面切って抑えてくれてる。ポケワンガット、回復スキルみたいなのもあるからね、たまにかっせえ時はいるんだよね。だからそれ以外は基本的に柔らかいから、まあ、コットとか BF の感覚で敵を抜くことができる。あ透明化のスキル使ってるあれも強いんだよな、 SMG で取ってるの。おペイロード動いてる、これタブ展開して、あでも味方がやってくれた、ナイスナイス。まあ、いい感じに遮蔽物同士でクロス取れてるから、これ敵ペイロード動かすのむずいと思うけどな。まあこんな感じにスキルをうまく駆使しながらゲームモードに合わせた立ち回りをしていくと。分かったぞ。だからペイロードもドミネーションもあるからね、基本的に飽きずに遊べそう。ただなんか人口が分散しそうで怖いけどね。一応このゲームランクマッチもあるから、まあもし正式版リリースしたらランクがっつりやって競技シーン的なところも盛り上がってくれれば、運営も歓喜極まり万々歳ってわけよ。初動のさ攻め敵失敗してるから勢いかなり減ってるわ。そっか、これ勝って展開して射線を増やそう。いないか、でもこれウルト溜まったね。これ集団で敵来たらウルト使っちゃおうかな。おめっちゃいる、待ってこれウルト発動。さあ歩くドームだよ
で、これドーム内に入れた敵をこのショットガンでぶちのめす。あ、これ効くんじゃないと思って。わかった。ほらほらー、つかった。あと一人硬いぞ俺は。これで前線を崩壊させる。で、これ時間で切れちゃうからね。オッケー、ワンカット、いいね。スキル続いてるよ。で、これで敵3人削れたから、また3人がどっかに隠れてるね。僕倒した、いいね。まあ、追いエイムは重要ではあるけど、エーペックスほど硬くはない。まあ、このゲームの第一印象としては、コットとオーバーウォッチとエーペックス組み合わせたみたいな感じ。バトルはないんだけどね。キャラコンや武器の火力、あとはスキルとかを見てると、そう思ってしまう。敵もね、縦展開してるから、こう攻めてくるんですね。一旦周り警戒しながら裏取りをちょっと良くしようかな。お、これはまずい。で、ちょっとね、ベータサーファーだから少しラグいから、もう一発でも撃たれたらすぐ下がった方がいい。そうじゃないとね、当たり前のように壁隠れた後に死ぬからね。踏んでる。分かった？下がって、そうそう、ほら、めっちゃ削られるでしょ、一気に。これね、ラグいから、仕方ない。入ってたか。これちょっと抑えるか。分かった？これ終わったんじゃない？あー、ナーイス。で、これで敵は 100% までいけなかったんで、もうこのまま敗北と。圧倒。お、いいね、ハイスコア取った。素晴らしい。これは表彰されるんじゃない？えい、ナイス。最優秀プレイヤーソバルト。基本的にクローズベータの段階でここまで不快にならずに遊べるのはでかいね。結構新しいゲームだとラグすぎるとか重すぎるとかいろいろあるけど、パッと見プラクティス入れない以外のバグは今のところないからね、楽しんでますわ。さあ2戦目やっていきましょう。ペイロード、次は攻撃側だね。ペイロードを防衛しつつ 100% の位置まで向かうと。で、もう一回盾使っていこう。この攻めの時ほど盾は重要になってくると思う。みんな女だこのキャラクターたちもこの UBI ソフトが出している他のゲームのキャラクターから持ってきてるんだよね。だからもしかしたら懐かしむ人たちもいるんじゃない、このキャラクターたちを見て。スタート、ペイロード。これ絶対右いるっしょ。俺だったらそこにいる。この左に盾持ちいる、盾持ち。オッケー、めっちゃ削った。あ、待って、裏取りされてる。オッケー、倒した。二人。これちょバリア展開して、あ、もう一人いる。オッケー、三人やった。じゃこれちょっと前進ませるか。行こう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 。敵は残り3人しかこの前線にいないはずだから。警戒しながら動けばなんとかなる。向こうも合わせてくると思うんだよな。お、作敵してんのかな。いいね、足速いやつがあえて前線立ってくれるのはありがたいね。多分建物とかこうやってペイロードの近く行って危なそうになったら盾展開すると。あ、グレー飛んだ、おいしい、いいね。それ左が怖いな。あの味方が結構ま、あ、また建物いる。角ね、角。あ、オッケー、ナイスナイス、いいね。お、グレー飛んできた。空爆が熱いな。リスしてすぐにグレー投げてる。でもまあこのままペイロード進ませよう。そう、縦が重要なので縦がミリ左やったかな。オッケーオッケーオッケーこの縦優秀じゃない。よしよし、オッケーオッケー。このままペイロードの第一拠点まで行く。なんか後ろが撃たれてる。あ、ナイスこと、いいね。味方が一人になったが、で、これチェックポイント取る。素晴らしい。で、これ扉が開くのかな。あ、開いた開いた、怖っ。で、これでちょっとこれ右側から展開しちゃうわ。あれ、中いない。今いたと思うんだけどな。味方ががっつり倒してくれてるのかな。こっちから来そうではあるけど、大丈夫そうかな。俺らのリスかな、ここ。ワンチャン。まあ、このまま進んじゃうか。ペイロードを済ませることが、このモードにおいて重要。まあ、変にね、キル狙いに行かなくてもいいかなって。取るときは取る。それ以外はもうペイロードを済ませる。あ、味方が盾張ってくれてる。それ偉いぞ。あ、それ角いぞ。グレネード危ねえ。ここ怖いな。あ、向こうも盾展開してる。なんだこれ。落とされてるのか。あ、まず盾持ちだ、盾持ち、まずい、あっぷね。ナイスカバー、ナイスカバー。一回下がって右から展開しよう。お、いないか。あ、いるいる。オッケー、倒した、いいね。結構ストレスなく敵を倒せるの楽しいね。まあ下手したらね、瞬どけの可能性もあるけど、スナイパーはね、確か同打ち一発で倒せるのかな。ちょっとプラクティスが今できないからダメージ計算できないのがちょっと辛いところではあるんだが、まあ、コット開発者だったらスナイパー実はめっちゃ強い説は濃厚。そのお化け屋敷、はい、超えたい。僕倒した、いいね。ヘッドショット幽霊飛んできてる、大丈夫。ミリいった、よし、切らしてない人。これでもう終わりかな。さあ、どんどん前進していこうか。これいそう、盾展開するわ。
あ、盾が二重になっちゃった。これはこれで強い。いいね、もう敵顔出せないよ。グレネード、まずいな。ここ入れる。あー、これ敵リスっぽいな。ちょっと、いって空爆食らったわ。右ぶ、盾来て、盾助けて。おい、倒した。あっぶ。待て、あー、そう、こんな感じに壁隠れたと死んじゃうのよ。で、もう一回戻ってペイロードを護衛しよう。だから一気に味方が死んだら逆に守りやすいんだよな。 OK、 進もう。敵ちょこ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 一人二人かけていく感じだからね。常に前線に力が入れられてない状況。あ、また盾持ちいた。抜け抜け抜け、足抜け足抜け。あ、待って、ウルト展開できる。これ最終で勝つか。最後ほぼ耐えるなかったからね。いや、惜しい今の。でもこのまま前詰めるか。 OK、 やったスナイパーかな。盾が有能すぎる。グレ投げて、ここからフルを展開するわ。 OK、 行くぜ。はい、来なさい。ペイロードと一緒だよ。バーン、 OK。 これ強いんだよな。ということで、ナイス、ジジイ、お疲れ様でした。お、花火が上がってる。この辺について。え、待って、なんか飛んでるやついる。お、バグってるやついるって。さあ、我、ハイスコじゃないこれ。来た、お抜け、ナイスナイス。最優秀プレイヤー、まあ、たくさんキル取ったというよりかはしっかりとペイロードを動かして防衛したゆえのスコアって感じだね。ということで、今のところ自分このゲームかなりハマってるんでね、ぜひとも皆さんもディファをインストールして一緒に遊んでみましょう。ということで、お疲れ様でした。バイバイ。